マスクドコメディアンの覆面ラジオはいというわけで始まりました「マスクドコメディアンの覆面ラジオ」お相手は私謎の覆面芸人マスクドコメディアンでございますくよろしくお願いいたしますくパチ,パチ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 からの88「888888」ということでございますくさてさてえー、先日、まあ、先月ですね、えー、今年も無事お米の収穫が終わりました。 ありがとうございますく。まあ、無事と言いますかね。まあ、無事終わったんですけども、えー、収穫時にちょっといろいろね、あのー、コンバインのトラブルが今年もありまして、毎年ね、何かのトラブルがあるんですけどもね、今年も無事、えー、終了しました。ありがとうございますく。去年よりね、ちょっとね、あの、収穫の量がちょっとだけ少ないんですけども、えー、なんとか、無事収穫できまして、えー、新米もね、 翌日かな翌日か翌々日に、えー、家族とみんなでいただきましておいしゅうございましたありがとうございますく、えー、そしてですね今年もねあのー、マスクドコメディアンの作ったお米、えー、生産者の顔が見えてるようで見えてないお米マスクドコメディアンをですね、えー、去年とかねあおととしもそうですけどちょっとだけ、えー、販売させていただいたんですけど今年もね、えー ちょっととだけけですすども販売しようと思いますくあのー、ちょっとね今年はあのーまあ、収穫がちょっと量が去年よりちょっと少なかったっていうのとあのー、身内のお知り合いの方とかに結構ねあのー、買っていただいた方が結構多かったので、えー、残りがあんまりないということで去年ほど数はないんですけども、えー、また販売させていただきますくあのー、横丁座とかね、えー ととかかシね、えー、売れるところはどんどん振らせていただこうかなと思っておりますえー、そしてですねあのー、過去ねショート動画でお米作りの動画をねいろいろ例えば稲刈りとかね田植えとか、えー、肥料巻きとかね、えー、白かきとかね、えー、動画あったんですけどそれをねちょっとまとめて一本にしましてマスクドコメディアンの、えー、お米作りというね、えー、動画を youtube で上げましたのでねまたそちらの方も見てください結構シュールな感じになってますけどもね <laughs> あのー、覆面かぶって全部作業してますので結構ね田んぼが 横に結構、おっきめのっていうか、まあ、道路があって、車結構走ってるんですよ。でね、信号があって、信号止まるたびにね、みんながもう二度見するぐらいね、<laughs> そゃそうですよね。何気なく車通って、車止まって横の田ん見たら、覆面かぶったやつが、あの、農作業してたらね、そ <laughs> 二度見しますよね。えー、その動画をね、また上げてますのでね、またそちらの方もまた。 見ていただければなと思いますく、えー、そして高評価ね、えー、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたしますく久しぶりにね、えー、マスクドコメディアの動画をあげましたのであのほんとちょっとねあのちょっとサボってますのでまた何かの動画また定期的に上げていきたいなと思ってますのでまたそちらの方もよろしくお願いいたしますく、えー、そしてお米の方はねちょっと また3号ですね 450g3 号をね、えー、販売させていただこうと思いますのでもしよろしければ、えー、どっかの会場で買っていただければなと思いますくぜひぜひお召し上がりください <noise>、えー、お米を作って売る芸人これが本間のコメディアンやな言うたりなんかしてね、えー、よろしくお願いいたしますくというわけでマスクとコメディアンの覆面ラジオでしたありがとうございます